どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回なんですけども、ドラクエ5の動画を撮っていきたいなと思いますんでですね、何をするかというと、ちょっとこれ教えてもらったんですけど、過去のサンタローズだっけ、あそこに行くじゃないですか。あれとなんか反対のところにもう一個絵があって、そっちに行くとなんかパパスのエピソードをなんかちょっと見れるらしいんですよ。でそれがね、感動できるんで、ぜひね、葵さんの目でご確認くださいっていうのをちょっと教えていただいたので、今回はですね、その動画を一本撮っていきたいなと思いますんで、あれどこだったっけな、妖精のなんだっけ、妖精の村かなんだっけ、どっかで、ごめん、どこだっけ、どっから行くんだったっけ、あれ妖精の村だったっけ、あれ。絵なんだよね。なんかし、違うわ。ここじゃないわ。あ、違う。これ、ここじゃないわ。違う、ここじゃない。なんだっけ、城か。そっか、城か、あれ。ごめん、いきなり間違えた。城だ、城。でも、ここの BGM、よくね。ここの BGM いいよね。あれは、どこだったっけな、天空城で行くか。天空城。また、天空城、今どこにあるんだ、これ。ついてこない天空城。天空城だけは唯一ついてこないんだよね。なんか、そう、飛べるの久々だわ。そう、衝撃的だよね。これね、ドラクエ5の、わかりづらいんだけど、いいところ。このマップがね、ちょっとね、わかりづらいんだけど、これがまたちょっと冒険の意欲をかけ立てるよね。なんかね、この先に何があるんだろうっていうのがちょっとこう、真ん中世界の、これ今砂漠みたいなとこだよね。真ん中の天空城みたいなところがあったところの、なんか真ん中になんか、なんだっけ、湖ってみたいのがあるんだよね。確かにあったよね。多分そこだった。思い出した。で、こっち行って、唯一、ルーラーしてもついてこないね、この子ね。この子ついてこないからね。船はな、全部と来るんだけど、ここら真ん中あたりに、そう！そう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 。ちょっといい、ちょっと久々に見に行っていい、ちょっとごめん。ちょっと、ここちょっと見てきていい、これ。廃屋だと思ってた、これ。上行くとちょっと照らされんのか。で、ここに、ここだよね。確か、またごめん。ここ。で、すぐ降りれないんだよね、これね。これね。いや、ドラクエ5。なんだろう、これやってたのってどれぐらい前？もう4ヶ月、5ヶ月ぐらい前か。もう懐かしさしかないよね。もう懐かしさない。懐かしさしかないんだけど。そんなに昔じゃないんだけど。すっげえ懐かしい。もうなんか数年前にやってるようなゲームだもんね。でもって、そう、これで、なんか使ったんだよね。最初なかったんだよね。そうそう、思い出した。ごめん。妖精の村に行ってしまった。でもって、で、なんだっけな、なんかどっか部屋が2階に行くんだよね。2階にどっか行くんだよね。こっちだったっけ、2階に行って、あ、違う、こっちじゃないわ。思い出した、違うわ。なんか行けないところがあって、あ、ここ、思い出した、今、そう、通れるようになるんだよ、これが。パパスの物語で、なんか自分の目でね、ね、確認してください。感動できますよって言ってから、これどっちだ？どっちだ？あ、いた。最近になってマスタードラムゴン様から送られてきたものです。青さんが目の前に立って心を開けばきっと愛しい人に会えるでしょう。これ何の？どっちだったっけ？左だったっけ？右だったっけ？どっちかがサンタローズに行くんだよね。で、幼少期のあの、超かわいいっていう青さんに会えんだよね。あ、あれ、ここどこだっけ、あ、なんだっけ、エルヘブンだ。違う、エルヘブンだよね。パパス王子は行ったとこに、どこに、ん、こんな朝早くからまたマーサ殿のとこだろうか。王になられる日も近いというに、またサンチョ殿や王様に叱られず、おろおろ。あ、エルヘブンにいる。エルヘブンだ。王になられる前ってことは過去なのか、過去の話か。そういうことだよね。このちょっとおじさん、ちょっと情報収集していこうか。長いのかな。パパスというとこただものではないとわしは見たぞ。何しろ我らがマーサ様の心を動かされたのじゃからな。だっていつ頃の話だ。王様になるってこと。で、結婚してないってこと。ってことはあれなのか、
ドラクエ5の冒頭の数年前とかそういうことかな。冒頭って赤ちゃん生まれた後に赤ちゃん連れ去られちゃったんだよね。あ、違う違う。あ、奥さんか。マーサさんがいなくなっちゃったのか。ここはエルヘイブン、旅の方が一体どのようなご用でしょうか。これちょっといつぐらい前なのかちょっとわかんないんだけどね。しばらく旅の方をお止めすることができません。グランバニア来る王子が長老様たちの怒りを買ってしまう。何？グランバニアから来る王子が、あ、そっか、パパスってそっか王子なのか。あ、そらそっか王子か。そっかそっか。マーサ様のお月の兵士はスゴロクとかいう遊びに興味があるようですよ。な、ちょ、ごめん全然わかんなかった。申し訳ございません。しばらく旅の方をお止めできません。グランバニアから来る王子が長老様の怒りを買ってしまって、そうだわ、お詫びにいいことを教えましょう。マーサ様のお月の兵士、なんだどういうこと。スゴロクとかいう遊びに興味があるようですよ。いいことを教えてあげろってことはなんか意味あんのかな。こっちは何もないね。過去から持っていって未来でめちゃめちゃ高値で売れるとかなんかないのかな。そういう、それないんすか。ちょっと小賢しい考えなんですけど、ないのかな。今はない、昔にだけあった幻の石じゃとか言ってめちゃめちゃ高く売れるとか、そういうないかな。まあ、ちょっと情報収集しよう。でもあれだよね、パパスが来てるって言ってたよね。あ、セーブできんのかな。この奥地に来る旅人がいるとは思いませんでしたわって、どうか勇気ある、あ、なんか言ってる。セーブはできないと。ここなんだったっけな、何取ったんだっけ、ここでなんだったっけ。あ、宝箱がある。あ、宝箱空っぽだ。なんでなんで。最近グランマニアの王子が毎日にマーサ殿を助けに来て困ったものだ。パパス王子にはなぜか憎めないが、うん、ところがあって、我が民にも打ち解けた者もいるようだし。だってあれなのか、もう超大好きになっちゃった頃のパパスとマーサの話なのか。いいねいいじゃん。エレーベのための力は、ん、年ごとに弱まってきている。だからこそ長老たちはその力を強く持つマーサ様を大事にしているんだ。なるほどね。皆がいくら反対しても人には人との釣り合いってものがあるからねって。マーサ様とパパス、ん、パパス殿が釣り合う二人ならば自然に結ばれるのが定めなんで、かっこいいじゃないか。かっこいいこと言うなお前ぽっちゃりボディなのにかっこいいこと言うな。でもって、どこだ、どこに行けばいいんだ。一番上になんか いたよね。なんだっけ、長老っつったらなんだっけ、一番上のあの上になんか占い師みたいな集団いなかった。さあここが、しかしいくらマー様がエルフの宝だからって大事にしすぎるのもどうかのって、祈りの部屋に閉じ込められて自由に出歩くこともまあ、ここからよくあれだよね、グランバニアだっけ、よく結婚できたねこの状態で。この状態で、私反対だよ、エレベーターの息子はほとんど外の者と結婚するなんてさ。だってよくこの状態から連れ出したんだよね。でもね、そうだよね、よく結婚できたね。どういう感じで好きになったのか、出会いはちょっとよくわかんないけどね。ああー、ここなんか覚えてる。全くパパスのまっすぐな瞳をした若者、珍しいわい。その熱い心がマーサ様の孤独な心を染みたんじゃな。なんだ、寄ってんのかじいさん、自分に寄っとんか。あーんか、あー、宝箱空やないかい。そこは嘘でもいいから閉じといてくれ、空っぽでもいいから。うんうん、やはりマーサ様の顔を描くならマーサ様がいないとどうも筆が進まないな。しかし祈りの部屋の兵士は守、ん、祈りの部屋は兵士が守っていて私は通してくれないからな。それに先日お金に困って、ん、絵の道具もすっかり商人に売ってしまったし、最悪やなお前。おお、パパスだ。わかっちまった、よくわかんねえ、顔が見えねえ。なんとかマーサ殿の絵を描いてもらえないのだろうか。お城の名工が王位継承の記念にロケットのペンダントを作ってくれたので、それにマーサ殿の絵を入れて、やがて来る結婚日の日に。ロケットってなんかさ、お城のさ、ちょっとさ、ぽっちゃりしたなんかおばちゃんになんかそれっぽいことなんか言われなかったっけな。ロケットってあのなんかこうペンダントみたいなやつでパカって開くやつだよね。あれなんか違う、なんか思い出した、なんかあったよね。なんかそれ、お城なんかぽっちゃりした使用人みたいなおばちゃんになんかそんなエピソード聞いたな。なんか言ってなかったっけ、おや、あなた旅の人かなって。ほほ、見かけ、うん、お見かけしたところかなり旅慣れたお方の息子です。どうもパパ、僕だよ僕
お、そうだ、あなたなら妖精の羽ペン、パオームのインク知ってるのでないか。妖精の羽ペンってなんだ。それがあれば何年も色褪せない絵が描けるのだそうだ。もし持っていたらぜひ貸してほしい。無実な願いだが分かっているが、この気持ちどうにも抑え、もうパパがあれなのか、パパスちょっと顔見せてくれ。いや見れない、アップで見れない、アップで見れない、ドラクエ8じゃないからアップにはならないのか。なんだ、また妖精の羽ペンってなんだ。パオームのインクってなんだ。なんかあれか、パオームって敵いたよね、いなかったっけ、ゾウさんみたいなやつ。ドロップ品か、これはどこにあるんだ。妖精ってことは妖精の城か村に行けばもらえるのかな。妖精って言ったら妖精だよね。まあ、いや、もうちょっと情報収集しようか、せっかくだから。どこだ、パオームのインクってなんだ。ドロップ品のような気がしないか。なんか絶対ドロップ品だろう。違うのかな。あ、あっちに同じ人がいる。まあ、一回、いや、とにかくちょっと情報収集をしてから。これさっきんとこね、入ってないよね。なんだ、わからん。なんか持ってこいってな、思った以上にエピソード長いね。違う、俺もっとなんか、なんだ、ちょっとした小エピソードぐらいかなって思っていたんだけど、思った以上にがっつりエピソードあるのか、これもしかして。あれ、まさか動画一本じゃ撮れないぐらいのボリュームとか。いや、もうそれはそれでいいんだよ、面白そうだし、それ全然構わん、それはいい。さあ、こっち行って、また上に行く前に下にお姉さんいたよね。あ、いたいたいた、この人この人この人。俺これさ、エルヘブン好きなんだよね。ここいいよね、見てほら、感動するわ、これ感動するか、これ好きなんだよね、ここ。ちょっと話聞こう。マーサ様が東の森へ出かけた時にパパス殿と出会ったようですわって。マーサ様はとても美しい、ん?方。パパス殿が一目見したのも、あ、なるほど、なんか森に行ったら偶然出会ったんだって。お、慣れ染めが聞けたぜ。これすごいね。あ、そういう感じだったんだ。死んで、祈りの塔だった。あ、祈りの塔だから、この上にママがいるのかな。その後、パパさんは何か頼まれてきたのであるまいなって。まずはグランバニアなど、決して行かず、これ、この状態からどうやって行けるようになったんだよ。ここになんかさ、いたよね、なんか。日に日に邪悪な石が魔界で大きく育っているのを感じます。まだまだ我々ヘルベーンの民の務めは終わっていないのです。だって分かってる。それは分かっている。次なる国王パパス殿の不満があるわけではありません。しかし王妃となればマーサ様はこのエルフに戻ってこなくてならない。ああ、なるほどね。お力はやがて魔を脅かし、だからこそ魔を狙われるはず。我々の力でマーサ様は守っている、閉じ込めているんではないんだよね。神に選ばれし者は人目の暮らし、人目だ。これを聞くとそうなんだね。結婚してグランバニア行ってしまったじゃん。結局子供が生まれてこう、ああいうことになってしまった。でもあれがなかったら、まあ世界も救えなかったからな。それはマーサ様もよく分かっているはずなのです。ちょっと待った、これ上にいるのか、上にママンがいるのかな。ママンが、マーサママ僕だよ僕。これマーサ様の祈りの部屋。今日、ん?長老の許可なく旅の門を通すわけにはいかぬ。待った。あ、ママンがいる。ママン僕だよ、開けて。絶対わかるわけねえだろって。わかんないよね。パパスでもわからんかったもんね。あ、そっか。パパスでさ、わかるわけないから。そっか。未来から過去に来てるからわかる。また長老許可ちょうだい。あれ?なんだこれ。お守りしなくては。許可が欲しいんだけど。妖精の羽面と、パオーンのインクだっけ?わかんない。全然わかんない。どこにあるのか。これ、動画パート2ぐらい行くのか、これ。結構なエピソードなのかな。ここいいわ。どこに行ったらいいんだろう。普通に入り口戻るか。あの、たけびのじいさんとかなんか知ってそうな気もするけど、妖精って言葉がつくから妖精なのかな。妖精っちゃ妖精なのかな。ちょ、ここら辺に。パパソウじゃ一体どこに?また上にいた、上にいた、上にいた。なんか絵がどうこう言ってたよ。絵がどうこうって。さあ、どうしたらいいんだ?このなんかじいさんがちょっと物知りじいさんっぽいから してそうじゃないか?どこですか?ただものではないぞ、わしは見たぞって、あ、さっきと一緒か。
わからん。インク、どこにあるまさか、ここに来て探索パートが始まると思わなかった。俺もっとショートエピソードだと思ったから。一回あれか。ワンチャンあれか。妖精のとこ戻ってさ。もうだ、ちょっといい、ちょっとこっち、こっからちょっとカットが増えるかもしれないです。いや、わかった。それはいいや。過去から過去に戻ったりしないよね。ちょっと一旦、妖精って言ってるから妖精を調べよう。ちょっとこっからですね、長くなりそうだったらちょっと、なんもないか。何年経っても消えないインクとペンキジャットって、インクはもちろんパオーム、あ、待った！パオームのインクがよかろう。北の教材を保ねるといいやって。ペンなら妖精の羽ペンが何よりも妖精の村の図書館で今も作られて、あ、待った！ちょ待って。我がわしの分はこれ一つが残ったら、待った！いけないヒントがあった！ごめん。思いっきりこっから、カットすると思ったからちょっと気抜いたわ。北の教会ってあれだよね。グランバニアかなんかの。なんだっけ？なんか空飛ぶ靴だっけ？だよね。で、なんか飛んでったんだよね。で、大臣みたいなやつが、なんだったっけ？ごめん、ちょっと少し記憶がぼんやりしてるわ。ぼんやりしとる。なんか、売ったんで、奥さんを売ったんじゃない、ビアンカ売ったのあいつだったっけ。え、ごめん、ちょっとそこらちょっとちょっと少しあれだわ。北の教会ってあったよね。北の教会、オッケー、ルーラ唱えた。なんだ俺、あそこだけで完結するエピソードだと思ったけど全然違うのか。ここってたまに俺、この教会様、神父様も書く、神様の言葉を章にはいろんな教会を配られてるんだよって。何しよう、あ、特別なインク書かれてるから、どんなに解き方あっても消えることがないのさ、だって。あ、ちょっとなんかちょっと違う。なんだ？この教会古から伝わる不思議なインクを作るためにもう何年も誰だ、どっからもらえるんだ。特別に配合したインクをパオームの基板を入れて何年もかけて、いやこれなんかドロップで持ってこいと言うんじゃねえだろうな。やっとやっと出来上がったのだ。この感動多くの人に分かち合いたい。君も、あ、くれるって。パオームのインクを受け取った。オッケー、ありがとうございます。これはあれなの、あそこに行ったら初めてもらえるのかな、もともともらえたのかな、どうなんだろう、それはちょっと分かんないよね。でも妖精の、いや、わからんな。これがなかったら妖精の村、妖精の村って言ったよね。妖精の村って、話してたかな？妖精の村って、なんて言ってた？どこって言ってた？妖精の村の図書館とか言ってた？図書館なんかあったっけ？ 20 年ぶりくらいかな？なんと、お前さんがあの時の子供か大きくなったの。あ、喋ってる。ピギーって聞きたかったのに。ピギーって聞きたかったのに。どこだ、妖精、なんか図書館って言ってた。ここもいいよね。このドラケ5とこのめ、あの子なんだろう、このメルヘンな感じなのにちょっとえぐいじゃん。ちょっとえぐいじゃん。ちょっとえぐいじゃん。図書館へようこそ。え、私に聞きたいことがあるのですかって。妖精の羽ペンが必要なのですね。よろしいですわ、あなた方はきっと大事に使ってくださるでしょう。この羽ペンお持ちください。お、ゲットした。結構早かった。結構早かった。結構早かった。なんか簡単だった、簡単だった。これ結構、いや結構な、ここが対策になるのかなと思ったから。これで戻ればいいのかな。さあ戻りましょう。で、呪文で、あ、でも行けないじゃん。あそこってさ、妖精の城ってないんだよね。妖精の城あった？北の妖精。ないよね。妖精村だもんね。あ、よかった。持っててよかった。天空城だわ。天空城はほら、動かないからさ。なるほど。天空城の正しい使い方ね。こっち動かないから、ちょっと行きづらいところとかめんどくさいところに放置しとけば、ここ経由でいつでも行けるっていう。ああ、なるほど。初めて役立ったんじゃないか。初めてじゃないけど。こういう使い方もあるのねーってね。こっち行こう。ここも綺麗だよね。あ、ここ、このね、映ってる感じもね。超綺麗だよね。これあれなのかな？やっぱプレステ2版リメイクだからあるのかな？やっぱり。さあ、待って。お城で OK です。さあ、でもってこれを渡しに行けばいいのか。どうぞお通りください。どうもありがとう。で、2階に行って、なかなか今んとこちょっといい感じですね。なんかもっとなんかショートエピソードと思って、下手したら10分もかかんないのかなと思ったから。いいね。これだから、
だから、でもあれなんだよね。なんで、過去に行ける、サンタローズに行ける過去のやつは、あれはもともと、スーパーファミコン版だっけ？ではあったわけでしょ？元祖でも。あった、間違いないよね。なかったらだって、そらあったんだよね。だからこれだけが増えたってことだよね。いや、終わったら調べるわ。終わったら調べる。わかんないからそこ。もともとは、ないと思うんだけどな。あったかもね。わかんないけどね。で、これができたよーって、パパスタンに渡しに行って、下だったよね、下だね。オッケー。これ初めて来た時さ、こう超迷ったもん、俺。ほんと。よくわかんなくて、なんかカット入れたような気がするんだけど。じゃあ、こっちはいいよ。で、これで渡せばいいのか。持ってきたよ、パパ！なんとかマサトの絵を描いてもらえないのだろうか。いや、さっきと一緒。マサトの絵を入れて、やがて来る結婚の日に記念にしたいのだ。あ、結婚するのは、確定なのか。あ、もうこの時点でもう、結婚することになったよね。親なかったための人ですから。いや、持ってきたよ。妖精のバオームのインク持ってますよ。何でもいらっしゃない絵が描けるってそうだ。貸してもらいたい。渡します、渡します。え？あれ、もらったよね？あれ？あれ？持ってるよね？あれ？どこ行った？妖精の羽でもう持ってるよ。あれ？なんだ？筆が進まないな。いや、持ってるって、持ってきたって。あれ、どういうこっちゃ、これ。あ、使えってこと？道具。使えってこと？あれ？ピンチ！なんで、あ、わかった！ん？まさかと思うけど。青さんが持ってなかったからってこと？嘘でしょ？あ、そっか！一人しか来てないからそういうことなのか？あ、ビンゴ。危ねえ、危ねえ。ちょっと危ねえ。もう一回行くとこだった。危ねえ。危な。なるほど。アホさんが持ってなかったってことね。なるほど。時空を超えてちょっとあれだ。息子から取ってきたわ。今。なんと、妖精の羽ペンと、バオームのインクを持ってきてくださったのか。ありがたい。早速お借り しようぞ。だって。渡した。いいよ、いいよ。祈りの兵の番人をどうするかだ。え？またなんかやんなきゃいけないの？え？あいつどうしたらいいの？あいつどかせってこと？ちょっと待って。ヒントがないぞ、ヒントが。どかせってこと？なんだっけ？掛け事が好きなんだっけ？なんかさっき言ってなかったっけ？掛け事が、なんか、宿屋のなんか姉ちゃんがなんか言ってなかったっけ？いいこと教えてあげますわ。あの方、掛け事が好きなのですとか言ってなかったっけ？なんかそれっぽいこと言ったよね。長老、ちょっと上の兵士をどかしてほしいんだが。もういな、いや、いないのか。不満がある気はありません。オッケー、さっきと一緒だ。これさっきと一緒だね。あれ？いないのかな？いるのかな？いる？あ、いる。通すわけにはいかぬ。あれ？マーサいる？あ、どうしたらいいのこれ。なんだっけ？なんかスゴロクが欲しい。ん？え？麻雀卓とか持ってたっけ俺。誰か持ってたっけ？スゴロク、なんか持ってたっけ？掛け事で、掛け事のなんか使えるやつあったっけ？なんか。天空の鎧。はやぶさ剣。え、なんだこれ？なんか持ってたっけこれ？羽とか渡しちゃったんだよね。でもヒントが、福引き剣。これ渡す。また。使う。主役者になってしまった。あ、それはスゴロク剣。夢にまで見た噂の。ビンゴ！兵士の手ってスゴロクの剣をそっと握らせた。5本。あ、私はちょっと長老様にお話が。
これよ、これにて。よし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 。なるほど、これがヒントだったってことね。あら、兵士がお客様をいるなんて珍しいわねって。それともあなたは、その目に心を奪われたのかしら。ん？あなたはどこから来たの？なんだか不思議な感じがする。あ、ちょっと鳥肌が立った今。鳥肌が立った。鳥肌が、鳥肌が立った今。やっぱマーサさんはちょっとわかるんだね。不思議な感じ。でも、息子だってことはわからないよね。未来のことまでわからないもんね。いや、なんかちょい、もうなんか今のだけでお腹いっぱい。お腹いっぱいっていうか、これどうしたらいいのこれ。パパスに行っとこ行けばいいのか。もう超いいじゃん、このエピソード。なんでこれ、超いいじゃん。これどうなんの？絵を。絵をなんか。なんだっけ？でもなんか持ってたよね、俺なんか。あ、なんか持ってなかったっけ？ごめん。あ、あった！これだ、これ、これ。ほら。名産、あ、これ名産品だったのか。パパスが残したロケット。これなんかね、ちょっとぽっちゃり系のおばちゃんがなんか喋ってたでもらった、ごめん、覚えてないけど、ぽっちゃり系のおばちゃんからもらったのかな。そんな感じがするんだよね。待って、こっちからの方が早いか。で、これをどうしたらいいの。どうにかなったぞってパパスに言ってくればいいのか。パパスさん、パパ、パパスってパパから来てんのかな。マーサもマもママから来てんのかな。ねえ。いや、今更かよって言われたけど、そういうことなの。パパから来てるパパス、マ、ママから来てるマーサ、わかんないけど。あとはマーサとの、あ、終わったよ。出かけるって、なんということは、なぜそこまでしてくださるのだ。てん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 、あ、これてんてんてん、こいつは何なんだろうかと思ってんのね。とにかく今お言葉に甘えることにしよう。ところで参りましょう。マティストの、参りましょう、いざ。これさ、いや、覚えてないんだけど、これさ、ここになんかいたよね、なんか。なんかボロボロのジジイみたいにいなかった？なんかちょっとボロボロなジジイがいたような気がするんだけど、違ったかな？なんかいたよね、なんだっけな、なんかエピソードあって、ごめん、ちょっとね、もうその後6始めて7始めちゃって、ちょっと、その後もう今8始めてっていうか、ちょっと忘れちゃってんだよね。なんかいたよね、そこに。俺の親父がみたいな。パパスとの知り合いでみたいな。だからそんなやつが一人いたよね。いた、絶対いた。いや、なんかあった。あそこのエピソードが一個あったはず。あ、いない。あー、会えてる。おかげでこのロケットペンダントに家を入れることができます。申し訳ないが、少し時間がかかるので、一旦帰ってからまた来てくれないだろうか。お借りした動画は絵が完成したらすぐお返しします。なんだか恥ずかしいわね。でもパパさんがどうしてもって、私にこんなにまっすぐに近づいてきてくれる人は誰もいなかったわって。神様に、見て、これ見て。ほら、親子よ、ここ、ほら。あ、孫連れてきたかったな。孫。我が話しかけて、ロケットに入れるような小さい色付けが難しいんですよ。わかりました。すいませんでした。邪魔でした。後から来てくれってことはどういうこと？宿屋に泊まれってこと？いや、思った以上に、がっつりしたエピソードだったね。がっつりしたエピソード、いや、でもいい、うん、いい、でもそれがいい、逆にそれがいい。俺ちょんと、あ、10分もいかないのかなーなんてちょっと思ったから、いや、こんながっつりしたエピソードあんだ。これあれでしょ、多分あれでしょ、 PS4 だけどなんか追加特典じゃないけどさ、これ出た方がいいのかな。出てから行ってみようか。多分そうでしょ、多分。だから、これだけのために、こんなエピソードがあるから、つってこう、買うんでしょ、多分そうだよね。いや、でも、それだけの価値はあるんじゃない？あると思うよ。この柔らかい感じ。まあ、2D とまたちょっと違うさ、柔らかさがあるわけじゃん。その中でのこのエピソードだから。あ、いない、あれ、いなくなってる。ちょっとなんか、あ、ちょっと人がいない。あれ、下の兵士いたよね。あれ？ちょっと時系列が進んだってこと？しかも夕方時になってる。あれ？どういうこと？あれ？終わったんかな？ちょっとなんか違う。兵士がいない。兵士がいないってことは、あれか？あ、いない！あれ、いない！どこ行った？あれ、いないよ、どこにも。あれ、どこ行った？いや、マジどこ行った？まあ、いや、ちょっと一回ちょっと、あれか、あっち行くか。絵描いてたやつの家行ってみる？
そうだよね。あれ？なんか嫌な感じで終わんないんだよ。なんかちょっと不安、ちょっと若干いきなり不安になってきたんだけど。もう普通に、あれなのかな？城に行ったの、帰ったってことかな？パパス。でも、いない。あ、戻ってきてくれたんだねって大事な道具を。ありがとう。確かに返したよ。あ、袋にしまったらって。そうそう、パパスからの伝言だって。助けてくれて本当にありがとう。次に会うときはこの命に代えてもきっとお礼をするから。もうなんか鳥肌立つな。なんか分かってたのかな。だってさ、完成したよ、嬉しそうに持っていったぜって。今この二人は東の海を出る頃かな。だって、あ、二人ともいなくなっちゃったんだって。これで終わりってことなのかな。え、これで終わり。あ、これが、あ、だから完成したよってこと。そういうこと。絵が入ったに変わってる。細かい。あ、やべ、鳥肌立った今。あ、マジ鳥肌立ったんだけど。あ、なんか変わってる。変わってる。ちょっとマジで。すごい。なんだこれ。ちょ、待って。あ、わかった。ちょ、待った。わかった、俺。これ、名産品だから飾ったら絵が見れるってことか。そういうことかな。あ、ちょっと一個思いついちゃった俺。あとこれ、過去のサンタローズ行ったらあれじゃね、あなたはあの時のってエピソード聞けんじゃないか。あるでしょ、あるでしょ、多分ない。わかんないけど、行こう、ちょっと行こう。いや、あるんじゃないか。いや、あるんじゃないか。試す価値はあるだろう。確か、あなたは、見覚えのある、そのお顔はっていう。こう見て、多分、いるよね。いるよね。ほら、あっちに、ももちゃん、ももちゃん。いる、ももちゃんがいる。ももがいる。かわいい。遠くから見てもかわいい。ん？誰かは知らんが、私に何か言おうかな。はい。なんだって？いや、覚えてないの？なんでだよ。覚えててくれ。いや、変わらないか。そこはさすがに変わらないのか。なるほどね。ラインハットに行くなとね。そうね。これ言ってんだよね。そうだよね。そうそう。人の妻に似た人のお人よしだな。だって。さあ、もういいだろうって。そうそう。あ、そう。これはさすがに変わらんかったな。変わらなかったね。これちょっと変わらんかった。残念。これ残念。でもちょっと。にゃにゃーじゃなくて。あ、かわいい。うん、どんなに辛いことがあっても僕は負けないよって。もう行こう。もうちょっとお母さん、もうこのあのセリフやばいね。もも行こうだって。かわいい。またももがかわいいんだ。かわいいな。しかし、ちょ待ってね。よ、名産品ところって画像みたいの出るよね。確かね、出るよね。なんか飾ってさ、ほらお面あったじゃん、エスタック倒した時のあるから。ちょっと名産品行ってみようか。ちょっと見れるような気がする。あー、もう今のちょっとなんか感動しちゃったわ。なんかこれちょっと俺だわ。俺これ晩酌しながらやったらちょっと俺ちょっとほろっと来てたわ多分。今シラフだから、酒飲んでないからだけど、ちょっとこれあれだわ、やばいわ。ちょっとやばい、いろいろ思い出してくるから、ちょっとこれお酒入ったらちょっとほろって言ってるかもしれないわ。ちょっといや、これはいいエピソードだ。ちょっとルーラで名物発物館行こう。ルーラ唱えた唱えた。で、持って。ね、夜だね。夜じゃないといけないから。ラナルータね。オッケー。ラナルータ使って、夜ね、はめ込んだらいいのかな？見れるのかな？これで。見れたらいいね。確か、さっきほら、これな、エスタークのやつもほら、変なお目あったじゃん。あれもほら。ちょっとここでいいか？もう一回ちょっと、いけるかどうかだけちょっと。置く、袋、ロケット。ああ、顔が顔書いてある。わあ、もう俺ちょっとすごくないか、この話も。またはあ、よかった、教えてもらってよかった。教えてくれた方ありがとうございました。ありがとうございました。はあ、見る。わあ、いい。いやー、素晴らしい、ブラボー。いやー、もうこれだけのために買った人もよっぱいいるんだろうね。いっぱいよ、よっぱいって言っちゃった。そこを噛むか。いやー、よかった。やってよかった。いや、これは素晴らしい。いいエピソード。あー、素晴らしい。後付けとか、ほら、あるかもしれないんだけど。いやー、もうこれは素晴らしい。いやー、めちゃくちゃいい話だった。
はい、ということで、いやーよかったやって、ということで今回この辺で終わりたいなと思います。素晴らしかった、ありがとうございました。いやーなんかちょっとまだ他になんかドラクエ5やることあるかもしれないんで、もしかしたらまたちょっと動画撮るかもしれませんが、またその時よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方もお願いしますね。それでは皆さん